ゲームセンターやテレビ局まであるんだもん。なんだかそれだけでワクワクしちゃう。そういえば芸能人いなかったね。残念。もし誰かに会えたらって思ってアスカ色紙まで持ってきてたのにな。やだな、そんなに驚かなくてもいいじゃない。基本だよ基本。あなたは知らないかもしれないけど、結構おしゃれなスポットって芸能人に会うこと多いんだからね。そんな時に色紙持ってなかったら困るでしょ。サインしてもらうのに失礼だもん。もし私だったら絶対許せないもんね。ハンカチとか出されてサインするの。え、アスカは芸能界入りでもするのかって。もちろん目指してるよ。ああ、エステ通ってオーディション受けるのが今一番のトレンドだって知らないな。アスカだって突然有名人になっちゃうかもしれないんだからね。でも大丈夫、そうなったってサインぐらいはしてあげるから。お台場にはこんなところもあるんだね。なんだか不思議、驚いちゃったな。日も暮れてきたし、いい雰囲気だね。あ、なんだか目がエッチだよ。こら、どこ見てるの？もう。でもこのミニ、可愛いでしょ？アスカのお気に入りなんだ。私、ミニスカートって大好き。だって、ミニ履いてると最高に可愛いもんね。足も長く見えるし。でも、あんまりエッチな目で見られるのは嫌だな。そんなつもりで履いてるんじゃないんだからね。そんなに謝らなくてもいいよ。でも、そういうところがあなたのいいところだよね。うん、それじゃあ許してあげる。でも、一つ条件があるんだ。帰りにアイスおごってね。